こんにちは、テリヤキでございます。今回はあるパークの解説をしていきたいと思っております。それはこちら、ザ・ドクター固有のパークオーバーチャージですね。こちらのパークなんですけども、どのキラーでもあのように音の鳴っている発電機を破壊することができます。一度に大ダメージが入るわけじゃなくて、こう継続的に時間が経つにつれて徐々にダメージが蓄積していくわけですね。そのままの状態で放っておくと復旧ゲージがゼロになってしまいますんで、サバイバーはその、ダメージを受け続けている発電機を修理しようとするわけです。そこでこのオーバーチャージというパークが役に立つわけですね。サバイバーがそのダメージを受けてから発電機を修理しようとすると、まずスキルチェックが発生します。で、そのスキルチェックがレベルに応じて、どんどん難しくなっていきます。レア度が上がるとより難しくなります。失敗するとその発電機の修復、ゲージが 5% 減少する。そして爆発するわけですね。成功したら爆発しないと。それでは私がサバイバーをプレイ中にオーバーチャージを持っているキラーと当たりましたので、そちらの映像をご覧ください。キラーにダメージを受けた発電機はこのように火花がこう散っています。せっかく修理したゲージがどんどん減っていってしまいますんで、修理しようとするわけですね。さあ、そうすると、はい、出てきました。このスキルチェック。通常、グッドゲージとグレートゲージとありまして、それがですね、白ゲージだけなんですね。見てもらったら分かるように。で、この白の部分がそのパークのレア度によって幅がね、どんどんこう狭くなっていくわけですね。ちなみにこのキラーさんは黄色でした。だから黄色であれぐらいの難しさということが今回分かりましたね。では最後にオーバーチャージのかかっている発電機とそうでない場合と比較してみましょう。やっぱ左の方が狭いですね、やっぱりね。はい、私はこのパークの緑色を使ってますけれども、オーバーチャージを施した発電機結構爆発してくれます。終盤いかに発電機を復旧させずに発電機にダメージを与え続け、そしてサバイバーの位置を察知する、そういう場面で非常に役に立つパークだと思います。今回はザ・ドクター固有のパークオーバーチャージの解説をしてまいりました。よろしければ今後の励みになりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。